こんにちは、丸さんです。僕は今ですね、この思い出ラボラトリーということで、個人や家族のアルバムをね、こうデジタル化をしてどうやって残していこうかってことに実は取り組んでいたりします。よくね、こういうアルバムありますよね。チラッとね、チラッとこういうアルバム、これうちのお袋のやつなんですけど、やってたとかです。それからこういうね、こういうなんかちっちゃい昔のね、この名前だ、ちっちゃいアルバムだったりとかします。これはね、もう覚えてるんですが、こういうアルバム、まあこのまま撮っといてもいいんですけど、せっかくなのでね、デジタル化をして残していきたいなと思っておりまして、そんなことに取り組んでいます。で、実は今やってるのはこういう、昔ね、わかるかな今の人、こういうスライドっていうのがあるんですよ。スライドで、これフィルムなんです。いわゆる紙にプリントしてないフィルムのままです。で、昔カメラのフィルムというのはポジフィルムとネガフィルムというのがあって、ネガフィルムっていうのはこうなんか透かしてもよく分かんない、色が反転しちゃってるやつで、紙にプリントしないと写真が分からないんですけど、ポジフィルムというのはこう透かしてみるとそのままの色が再現されています。なので、まあ、これを映写機、スライド映写機で投影すると、まあ、今でいうプロジェクターですよね、いわゆるパワーポイントとか、キーノートとかそういうのと同じように、昔はこういうスライドを使って壁に映してたりしました。プレゼンテーションしてました。で、これが結構僕はある時期とってもハマっていてですね、実はこのぐらいあったりとかするんです。で、これを今デジタル化をしています。で、この場合何が必要かというと、このイメージスキャナーなんですけど、このスキャナーにいわゆる透過原稿、透明の明るいですよね、あ、いいのかな、透過原稿、あ、違う、いいのか、原稿というのは、を対応しているものでなくちゃいけなくて、いわゆる、コピー機と同じように下から光を当てて、紙に写ったものはこうスキャンするのではなくて、上から光を当ててそれを透過させてスキャナーが読み込むってことをやります。なので、それに対応しているまずスキャナーが必要なんですが、それを用意して、このスキャンをやっています。大変です。スライドをデジタル化するには、この透過原稿が使えるフラットベッド型のイメージスキャナーが必要になります。僕が持っているのはエプソン社の GTX750、 ちょっと古い機種なんですが、これを使ってみたいと思います。まず、蓋を開けるとですね、こういうガラスの面が出てくるんですが、ポイントはこの裏の白いところですね。まずこれを外します。これを外すと、ここに、上にですね、光を当てる部分が出てきますので、まずこれが重要です。から次に、こうした、アタッチメントがあって、ここにスライドを置くわけなんですが、これを置きます。片方が 35mm フィルムがそのままスリップというか1枚で入るやつです。こちらがスライドにマウントした方が入る部分です。これを置きます。これで、セット完了で、あとは、スライドを置いていくんですが、こういう感じですね。で、このスライドを1枚ずつ置いていきます。向きはね、ちょっと気にしてもいいんですけど、後々また修正できるので、よいしょ、一応横にこうやっておきます。これね、なぜかというと、また後で説明しますね。こういうふうに置きます。こうやっておきます。こっちもこうやっておきます。はい、こんな感じで、同時に4枚というか同時に4つスライドがセットできるので、これで準備完了です。蓋を閉めます。
ソフトウェアで使うのはエプソンスキャンというソフトを使います。まず機種が X750、 これを OK。 はい。で、今これはですね、モードが今いくつかあって、全自動モード、ホームモード、プロフェッショナルモードに設定します。そして、原稿の種類が反射原稿、普通のね、紙の反射原稿か、フィルムなんですが、まずフィルムを選択。次に、ポジ、カラー、ネガ、白黒、ネガとありますが、ポジフィルムを選択します。イメージタイプは24ビットカラー、RGB、8ビット、3×24。で、ここです。解像度なんですが、いくつかあるんですけども、35ミリのスライドをですね、デジタル化をして、最近の、そうね、比較的スタンダードなデジタルカメラと同じ解像度でしようとしたら、解像度この2400という値を取ります。DPI ですよね、ドットパーインチなので、1インチあたり2400ドット。で、35ミリなので、ほぼ横が3000ちょっとぐらいいくかな、そのぐらいの解像度になります。そしてそれ以外のところですね、出力サイズ等々ありますが、よいしょよいしょ、アンシャープマスクちょびっと入れたりとか、この辺いろいろやりながらですよね。で、こちらが設定終わったら、まずプレビューで一回見ます。これね、結構ウォームアップっていう時間が取られるので、気長にやるしかないんですけどね。今まずプレビューという画面を見て、全体をこう読み込ませてます。その読み込む部分を削る、なんていうの、取り出してスキャニングします。さっき横にしましたので、これをそれぞれ、よいしょ、ちょんちょんと。で、向きを変えてと。で、2枚か。2枚だけこれが、こうか、この位置ね、でいいね。こうやってそれぞれのスライドの写真を取り出してくれるので、すごい便利です。で、取り組むときはどこのフォルダーに取り組むかというのを指定してあります。はい。保存ファイルの方ですね、基本でピクチャーのフォルダー、何かつけます、例えば、ポジの、数字ですね。で、JPEG、PDF、いろいろ TIFF とかいろいろありますが、一般的な JPEG で大丈夫でしょうという設定ができたら、OK。で、これでこの本ちゃんのスキャンボタンを押します。いいのね、これでスキャン、はい、さすがに 35mm フィルムといっても、解像度 2400dpi で取り組むとなると時間がかかります。なので、ここは早送りをしているはずです。はい、4枚目取り組み終わりました。で、こうやって表示されます。ちょっと見てみますね。アプリケーションをプレビューで見ましょうか。はい、こんな風に写真を読み込みました。どこの写真かな。ですね、ちょっと暗めの、全体的に暗めの写真なんですが、
実はこれはこの看板を見るとそうですね、左右反転になっているということが分かります。でちなみに4枚同じ向きで取って1枚おかしいなって思うのが出ますので、その場合は、全部左右反転にします。これでいうと水平方向に反転ですね、こちらも水平方向に反転、これが正しい位置ですね。でおそらくこれも同じ向きで取ってますので、水平方向に反転すると正しい向きになります。はい、というわけで、こうやってポジフィルムを、あとそうね、保存しておこうね。はい、こんなふうに以上のように写真をスキャニングデジタル化することができました。実はこういうことを考えています。近いところでいうと東日本大震災であったりとか、それから去年の、西日本の豪雨などがありました。あの時にやはり突然ですよ、突然津波だったりとか洪水だったりとか、そんなものでこう家族の記憶、本当に家がな、浸水したりとか、悪くせを流されたりとか、人の命が奪われたりとか、そういうことがあるんですけど、そんな中で人の思い出も実は流されてしまっていることがあります。で特に東日本大震災の時に家族の写真アルバムと写真と額縁に入ったものも含めてです、写真と遺灰は瓦礫ではないっていう、そういうことで、自衛隊とか警察とか消防とか、あるいは民間のボランティアさんとか、物資材っていうか、その写真とアルバムを回収しました。で本当に津波で汚れた写真をきれいにして元の持ち主に返そうという取り組みが本当に震災被災地の各地で行われてたことを知ってます。で特にこれからなんですけども、南海トラフ地震であるとか首都直下型地震であるとか、でそういうことだけではなくて、実は本当に毎年来る台風、突然来る台風で、家が流されてしまったりとか、大事なものがこう泥水で汚れてしまったりということが本当にこれから日常的に起こりうる時代になってしまいました。そんな時にこう紙のままのこう思い出だけでは決して守りきれないところがあるんじゃないかなと今思っています。なのでせめてデジタル化をする、自分のパソコンの中っていうのももちろんあるんですが、デジタル化をして可能なものは例えばクラウドサービスに預けるとか、そういう形をしてせめて家族の思い出とか個人の思い出を残しておくことが、これから本当に災害が増えていく日本の中で必要なことじゃないかなと思っています。なので、そういう意味で、こういった僕自身、まず自分のことをやってみようということで、僕がかつて昔撮った写真であるとか、うちのおふくろとか親父の写真アルバムとか、そういったものをデジタル化をして残してみて、でこのやり方本当に多くの人に伝えていきたいなと実は思っているので、こんな動画を作っています。今日はこういう、スライドのねデジタル化に今取り組んでいますが、このやり方もとりあえず僕は今このリンゴ印のパソコンを使ってますけど、これではどういうふうにやるのかということでノウハウのビデオを作りました。もしいいなと思ったらいただければ、高評価とそれからチャンネル登録とよろしくお願いいたします。富士山見るなら山中湖、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。